はい、皆さんこんにちは、漫画家の新本慎です。アイスです。よろしくお願いします。ということで今日はですね、絵文字組み合わせお絵かきチャレンジやっていきたいと思います。あ、いつもショートでやってる。ショートで、あのランダム絵文字でお絵かきしてみたランダム絵文字チャレンジ。そうそんな感じのタイトルでやってるやつなんですけども、はいはいはい、前までなんか TikTok にもそういうフィルターあってさ、はい、あ、だだだ、なんかやったことあるんだけど、なんか3個並ぶやつね。あのランダムで絵文字を止めて、はい、その絵文字を組み合わせてお絵かきをするというあのチャレンジになっております。すごい簡単そうにやってるけどさ、いや結構でも難しいでしょ。まあ組み合わせによってはなんでね、簡単な組み合わせもあるし、簡単なのあるんだ一応、まあ、なんかあると思うんだよね。まず今日は3回戦 S 君とやっていきたいと思いますので、初めて やるんで、ね、まあ、初めてっていうか、まあ2回目か、よりいい組み合わせができてるなと思った方にぜひ皆さんコメントしてください。絶対仕事すればいいんだけどまあでも分かんない、組み合わせだからさ、もしかしたら神がかり的な引きを引いてすごくいい絵ができるかもよ。いやーないと思うな。あの、よかったら見てる皆さんもね一緒にチャレンジしてみてください、はい、それでは早速やっていきましょう。はい、では1回戦目です。1回戦目はとりあえず手慣らしということで、うん、あの2つの絵文字をランダムで組み合わせてみましょう。2つはまあいけるでしょ、俺も。まあそんなに頭使わないからまあね、2個だからね。じゃあそう、私から引いていい？いいよいいよ。じゃあ私からいきたいと思います。1つ目のルーレットスタート。ストップ結構うずいの引いてない。金のやつね。なんかドルのゼロのやつ、ね、うん、お金欲しいみたいなやつね。じゃあもう1つ、2つ目のルーレットいきます。ここだ。むずいよ、2つでも。でもこれは比較的いけない。S くんはいけそうだけど、私むずいよ。ドルに猿だよ。いや、分かった、考えてみます。ドルで猿は私はいきたいと思いますじゃあ俺どうぞ。じゃあ行きまーす。はい、あ、いいよ。私こっちが良かった。ハートのやつ、うん、俺こういうの苦手なんだよね。ハートの顔。オッケー、じゃあ次行きまーす。忍者だハート忍者。うわ、俺忍者かけねえんだよな。あ、むずいね、ハート忍者。忍者は無理な。うん、ということで最初はこれでやっていきたいと思います。はい。いや、ちょっとさ、いきなりだけど、うん、ちょっとまあしょっぱなこれで申し訳ないけど、これ書かせてもらおう。見てください、こちらです。あー、そういうこと。もうね、話すと長くなっちゃうから本当はあるけども、猿ってまあルフィ、まあ、猿モンキーディールフィー。ドルはもうね、なんでこれが浮かんじゃったかっていうと、つい昨日までワンピース実写版のネットフリックスのを見てたんですよ、私ね。そういうこと。で、久々見て、あの、いろいろね、実写は実写でいろいろなんか作り直されてたんだけども、はいはいはい、やっぱもうあの当時の私、小学生の時の私出てきちゃって、もう最近ルフィとかナミが描きたくてしょうがなかったの。まあ分からなくはない。あの時ちょうどやっぱ我々はさ、ワンピース全盛期で、そうでしょ、やべえ、麦わらの一味描きて、麦わらの一味描きてってずっと思ってたの。ずっと思ってたら、まさかこれを聞いた時、私、神様が私に麦わらの一味をかけと言っていると思っていや、確かにな、モンキー D と猿で、そうそう、でドルで、まあお金ナミ好きだし、ね、で正直小学生の時も毎日のようにワンピースのキャラ描いてたからもう何の資料もなくてもいける、初期ルフィたちだったらいけるかなっていうぐらい、まあ、初期ルフィとナミとね、そうそう、はい、わりかし行けましたね。なるほど、ね。で、ハイエス君どうぞ。俺は、あー、でも忍者だから、まあ、忍者だから、うん、まあ、ナルトをイメージしたそうだね、で、お色気の術をイメージしたから、うん、ちょ、書けなかったけどどうなってんのやっぱね、なんかそのお色気が出せなかった絵としてね、だけどこう、お色気の術っていうイメージからあ、こんな人がやって、でもまあ、いいんじゃない、解釈としては私のように全然合ってる。間違ってない、あのハードで忍者のお色気の術はマジで合ってる、合ってる、合ってる、合ってる。いや、まあ書けなかったけど、絵として、あ、初チャレンジとしては本当にいいと思う、いいと思う。じゃあ次、2回戦目いきたいと思います。はい、はい、では2回戦目はですね、はいはい、ちょっとさっきよりレベル上げて、はい、3個にしたいと思います。3個ね、3個の組み合わせ、これ難しいよ。なるほどね、難しいよ。まあまあいけるっしょ、まだ。じゃあいきますよ、はい、じゃあまた私から引いていきます。ここ、あ、ティディベアね、なるほどね、ティディベアね、うん、まあまあ悪くない、はいはいはい、個人的には、はいはい、なるほどね。じゃあ次いきまーす、はい、わっ炎上したティディベア炎上したティディベア燃えたぞ最後いきまーすわっ、おー、まあ、これ、なんかちょっと固め閉じてるやつ、ウインク、ウインク、ウインクね。いや、炎上が一番むずいな、ティディベア炎上ウインクでいきたいと思います。これ炎上って
んだ。今炎炎なんだか難しい、わかんない私もよく。ジェイス君どうぞ。はい、いきまーす。サングラス。サングラス。これでも、エース君的にはよく書いてる。書いてる。俺じゃちょっと次顔のやついくわ。あ、ああ、もう悪くないよ。怒り顔か。うんうん。サングラスに怒りが、サングラスじゃ分かんなくて。確かに確かに。それは言える。最後いきます。うん、え？ポップコーン。むず。何ポップコーンだって。サングラス怒りポップコーン。なるほど、むず。じゃあそれぞれ書いていきたいと思います。はい。むず。ティティベアウインクのもう炎が。炎がむずいよ。どうしようかな。ワンピースいっちゃうとエースみたいなもんだよね。でもそしたらエースがウィンクしながらさ、ティディビア抱っこしてるになっちゃう。もうさすがにワンピースから離れる。いや違うよ、炎のとティディビアを出せる能力を持ってるみたいなイメージでいけばいいや。何その能力。すごい、片方無駄じゃん、ティディビア出せる。いやめちゃむずくない俺の。いやむずい、いやこれマジむずいんだから、いつもやってないからわかんないと思うけどマジむずいんだからいや3個になると急激にむずいわ、うん、何を思いつか思い出せばいいんだろうな。怒ってんだよな、でもサングラスなんだよな。2回目のチャレンジできました。ぶつかったな。はい、こんな感じです。まあ、私の方はですね、まあ、炎をティティベアウィンクだから、まあ、若干さっきのワンピースに引っ張られてんだけど世界一のティティベア職人に私はなるみたいな感じで。あー、そういうこと。で、まあ、炎に燃えながらグワーみたいな感じで燃えながらティティベアを塗ってる女の子なんだけど、ウィンクはティティベアの顔に取り入れました。あえて女の子とか人間にウィンクさせないでディレベアにウィンクさせてみた。めちゃワンピース要素言ってるよ。めちゃワンピースだよ。セリフだけね、セリフだけ。海賊王になるみたいな。そう、まあ、ちょっとまだ引っ張られちゃって。エースクナの方は、俺は怒り、サングラス、トップコーン。あ、そうだった、だからもう映画 4DX ってサングラスしながらやるよ。あ、なるほど。だけどよくよく考えたら途中でこれ書いてある、すまん怒り要素消えたって。いやそうだよ、ポップコーンとサングラスしか生きてないよね。怒りは、いやいや怒りはなんかこの、いやじゃあ分かった、マッドマックス怒りのデスロードを見てるんだよ。そしたら怒りでズズズズズズみたいな感じで、あ、まあ怒りの映画を見てるっていう設定にすればよかったね。そうだそうだ。じゃあ最後ラスト3回戦目いきたいと思います。ではラスト3回戦目はですね、さらにハードル上げて、史上初5個の組み合わせにいきたいと思います。私もやったことない。5個なんてさ、もう無理じゃない。だよね、私5個の組み合わせってほんとやったことないわ。いや俺3個ですらできてなかったのにどうするんだよ。ということで頑張りましょう、はい。まあ、これも引きが大事だと思うんだよね。じゃあいきます。ストップ。うわ終わったもん、もう妖精。もう終わった、妖精。いきます。パー、パー、パー。でも妖精パーはいけんじゃねえ、まだ。いやもうマジで、でも飲んないなら全然想像つかない。じゃあ次いきまーす。はい、ここや。うわ、虹。マジ妖精にパーに虹、それだけでもきついわ。いきまーす。ここや。もう一個手入ってきたの終わってない。手が2個なんだけど。こうやん、もう。やばいやばい。じゃあ最後引きたいと思います。はい、ここでめっちゃ簡単なんじゃないと困る。いただきます。いるか。終わった終わった、マジ無理。に、虹に、いやマジ無理。妖精に、イルカに、パー。何にも思い込まない、ほんと今は何にも思い込まない。ジャイス君どんどん引いてください。はい。ちょっとその間に考えるわ。じゃあいきまーす。はい。スイカ。スイカ。なるほどね。なるほどね。おぉ、目が飛び出てる星。星ね、も星の目、うんうん。もはやスイカ食ってる星でよくないこれは。いやだからそこで終われたらね、そこで終われたらね。うさぎ。うさぎ。スイカとうさぎか、むずいな。うわ、むずい。殴ってんじゃん、こうやってバーンって。怖い怖い。いきます、最後。はい。めっちゃむずい。スマホ。むずい、これも。どう、むずい。これ、目が欲しい、スイカ、うさぎ、スマホ、これ。これ、これ。なにこれ。いや、わかんないやってて、私のだってわかんないもん。うわ、むずい。じゃあ、最後、挑戦してみたいと思います。
山口さん、いやもう思いつくじゃない、もはやね、うん、無理やりでも組み合わせて、合わせるってこと、もう無理やりでも組み合わせて書くしかない。これのさ、これのコツみたいのあんの、いつもやってるやん。あ、やってる。あ、じゃあまずね、どれをベースにするか決める。あ、この5つ引いたうちのなんかメインになるものを決める。あ、なるほどね。でそれに周りを組み合わせていくような感じ。あ、だまあ最初だから俺のだとしたら、まあ仮にだけどウサギをメインにするとしたら、ウサギから派生して他のものを追加していく。そうそう、じゃあウサギがもうメインキャラだとして、じゃあそれにウサギの目を星にしようとか、じゃあスイカ、じゃあスイカをどう使うとか、なるほど、ね、スマホをどう使うとか。あ、そういうの考えてるんですよ。そうそうそう。 あと小道具系はほらスマホは別にさ、スマホ、まあまあまあ、物だけを書くだけじゃなくて電話としてのツールとか、いろんな考え方はある、まあ、そうそう、っていうのかな。でもそれはさ、やっぱ書ける人だからやっぱいいよね。俺書けないや、絵が。確かに。どう伝えるかだよ。そうそうそう、ね、みんなにこう絵としてどう伝えるか。そうだな、そうだな、そこが重要だよね。うん、やっぱ何思いつかない、私は。では最後のチャレンジ、じゃあまず私の方なんですけども、はい、まず C はここね、ここ C ってここ、はいはい、女 ね、 なるほどね、で妖精ね、そのまま、かわいい、うん、でイルカ、うん、で虹、はいはい、で手はここ子供がイルカに乗ってて手はーってやってるっていう、要はネバーランド的な子供たちの楽園みたいな。だからいわゆる妖精とイルカをメインにしたんだ。そうそうそう、大人には内緒だよみたいな子供たちの楽園だ。このイルカは海じゃない、空を飛ぶイルカなの。なるほどね、っていうなんか夢のワンダーランド的なイメージで描きました。うまいわ、虹だしね、まあね、うまいうまい。というわけでじゃあ S 君どうぞ。俺はすごいいい案思いついたよ見ればわかるけど、まあ、スマホがあったじゃんもね、うん、だもう全部スマホの中に落とし込んじゃえばいいって、アプリとして使えばいいっていう。ずるい、うん、めちゃいい案でしょ、まあ、確かにスマホ言いたしな、うん、最先端のスマホで新しいこういうなんかグーとかウサギとかこれグーかスイカとかのアプリがありますよっていう、はい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 、っていう風にしてしまった。なるほどね、まあ、また、また確かにずるいけど組み合わせ的に発想は悪くない。悪くないでしょ、悪くない、いや、いいやり方。いや、だからスマホが出てよかった。そう、これは何出てもいいもんね、うん、なるほど。ということで今回こういう風に出来上がりました。皆さんコメント欄でどっちの方が良かったか教えてください。シボとしてればいいよね。あのこれマジむずいから、よかったらみんなも私たちがこれランダムに引いたお題をね、自分が書いたらこうなるからみたいな感じで考えながらやってもらったら嬉しいかなと思います。発想力がやっぱすごい鍛えられるから ね、 ね、みんながどんな風に書くか逆に気になるよね。そうね、うん、まあ、俺は発想が良かったか良くなかったかだけを評価してもらえば絵はやっぱしんどいからでもなんか S 君のこれもきっと他の人が考えたらまた別のがある気がするんだよね。ぜひあの俺に送ってきて、それをよし、そしてスクリプト正解を教えてあげてください、よろしかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎太郎、バイバイ。